ちょっと大変、早く、やばいやばいやばい、ママ救急車、大丈夫。こんにちは、日向のパパです。今回の企画は野目山家殺人事件ということで、パパが何者かに刺されてしまうドッキリを日向に仕掛けたいと思います。この企画はただの殺人事件ではなく、パパがドッキリのこのプラカードを握りしめて倒れるところがポイントになります。その時の日向の反応を見てみたいと思います。なんとかね、パパとママでリアル感を出して、ドッキリなのか本当にパパが刺されたのかっていうのを日向に迷わせたいと思います。ママ迫真の演技頼むね、ママ。それはどうよ。大丈夫大丈夫、ママなら。ではね、その準備をしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、じゃあ今からちょっとリアルに。これ本当にママにやられそう。これ言っていいの？言っていいよ。やぶくよ。もうこの服。あ、いらないんだよね。そうそう、捨てるもん。どんな感じ刺されたとこって。でもちょっと荒々しくなんかビッテリ広げた方が。おお。うわあ、ま。おお。ちょっと。どう？ちょっとこのリアル。ちょっとち。ケーキがパパをクンクンしてるけど。うわ、やば。怖い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 。大丈夫。すげえ。ちょっと行くよ。冷た。ええ。でもベタベタに。っていうかやられそう。もうそれしゃあないか。冷たい。取れるこれ。ちょテープ。すごいねこの血のり。血って刺されたら流れるんそっちやもんな。え、これ全部いく感じ、うん、なんかさ、漏らした感じがする。うわ、すごい肩まで来た。やば、要はここから出血ちょっと残しておいてよ、うん、やば、これすごいリアルだねこれ。YouTuber の家だねこれ。 YouTuber の家。え、取れないんだけどこれ、手についたの。うそ、ほんと、やば、最悪これ。お前怖え。床にもついてる。まあまあ怖い。床にも怖いよお前。ちょっとそれ逆向けてるよ。ママがさ、そうやって包丁持ってること自体が怖いんだけど。何どういうこと。どこに置くん。この辺転がしとけ。もういいかこれ。うん、フリーよ。あ、取れました。来たくなし。ひーちゃん。はい。ひーちゃん、ちょっと大変、早く。やばいやばいやばい。ママさ、今帰ってきて見たんだけどさ、パパ見て。さあ。どうしようどうしようどうしよう。ママ救急車。とりあえずママさ、救急車の方まで、ひーちゃん、ちょっと、ま、見てて見てて見てて、パパ。押さえて押さえて。そこ押さえて。大丈夫？ああ大丈夫？ああどういうこと？ああドッキリ？どういうこと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 ？大丈夫？ああ大丈夫？いいじゃん、耳。面白かった。
ねえ、てってでーだね。じゃあさ、お母さんだってさ、面白いなんていいじゃん。うんうん、ドッキリもやってるじゃん。強すぎて、じゃあリアルに持って いけないんじゃないかなってちょっとね、ちょっと心配しとったんだけど、思いのほかリアルにいったね。うん、マジでびっくりした。うん、まああんなにドッキリ持ってる時点で、うん。だけど、人に殺されたのかなと思って。殺されたと思った。パパがなんか、たまたま持ってたのに、うん、いやでもさ、わかんない、もう普通にわかんなかった。どっちかわかんない。意味がわからないね。血見ちゃったから、そっちの方が印象強かったんじゃない？パパがすごい苦しそうだったから。演技うまかった。ママの演技結構迫真な演技だった。うん、やばいあれは。マジでやばいこと起きたのかなと思った。でパパもあんなリアルに行くと思わなかったの？いやマジで刺されてる。本当。よかった。大成功だね。血のりがね、パパね。血のり血のり、ね、本当の血のり。本当に使ったら結構やばい。どうやってやるの。ね、100均の血のり使ってね、やりました。はい、ということで、良い子は真似しないように。良い子は真似しないように。あの、やってるの大人だもんね。本当や、言える立場じゃない。良い大人は真似しないようにだね。そうですね、うん、やりすぎないよ。やりすぎないよ。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ブヒー。